いやー、今日もいい天気ですね。いや、何をのんきなこと言ってるんですか？どうしたんですか、お前さん。見てよ、これどうすんの、これ。すごいいい天気。大ピンチなのよ。やべえ。どうした、後ろからなんか流れてきてますよ。何？ほんまや。あ、なんか流れてきてる。なんか流れてきてる。足場広げあれあれ、取ってきて、取ってきて。ブロックだ、ブロック。あ、いっぱい流れてきて、まずいっぱい流れてきて。あ、取って、取って、取って。すげえ。取れない。取れねえか。取れないんだ。あ、ダメだ。拾えない。あ、ダメか、ダメか。ダメだ。あああ。怖すぎる、ちょっと待って。今のめっちゃ怖かったんだ。ああ、帰ってきた、帰ってきた。帰ってきた、よかった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 。リスポーンはできる、リスポーン。あ、リスポーンはできる。やられた時怖すぎたんだけど。帰ればしないんだ。え、これでもアイテム流れてきてくれるけど、これどうすればいいんだ。ここはちょっと天才マインクラフターオラフ君に来よう。オラフ君さん、オラフ君なんか思いつかない？これはですね、おそらくどうにかエンドにたどり着けば現世に帰れるんじゃないんですかね。現世に帰るにはエンドに行くしかないのか。はい。で、まあ、とりあえずね、このアイテムを使ってね。何それ？これフックです。みんなチェストに入ってるんで。フック。取ってください。フック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 。これであのアイテムを。いやいや、痛いよ。俺を引っ掛けんない。俺を引っ掛けんない。ちゃ。これでもボンさんにくくりつけて取りに行かせるっていう。あ、違うか。違う。引っかかった、誰？これこうやってアイテム取れる。あ、取れた。じゃあ、もう。取れた。これで取ればいいのか。え、むずい。ほら、むずい。あ、取れてる。あ、いけた。ナイス。すげえ。タルチャンス。タルチャンス。押すな。狭い。え？オッケー。じゃ、これで集めて、いろんな資材をゲットして、広げていくみたいな、そんな感じか。いや、泳いで帰れんもんな。え、あ、いや、泳いで帰れるんじゃない？木材取ってボート作れば帰れるんじゃない？あ、帰れるじゃん。確かに。天才か。上がりながら来てる。あのタル、欲しい。あのタル、タルをみんなで。あれ、落ちる、タル、タルチャンス。タルチャンス。ああ、落ちちゃうとダメだな。とりあえず、足元広げますか。足元広げよう。そうしよう。あ、作業台作れるかな。一旦適当に伸ばしておこう。よし、で、これでハーフブロックにしよう。あ、いいじゃん。あ、ハーフブロック。ああ、やばい、タルコースター全部壊れた。あ、そういうことか。壊しちゃダメだ、これ。なるほど。鶏出てきたけど、何あれ。鶏？え？鶏。ボンさん、海に鶏がいるわけないじゃないですか。いや、見てよ。いるんだよ、鶏が。作りましょう。ハハ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 ハ個室が面白すぎるんだけど。海の上って退屈だ。あれ、ボート作れたっけ、ボート。あ、ボート作ってみようぜ。ボート作れるよ。作ろう。確かに。ほら。あ、作れるじゃん。後ろに誰か。あ、これでもう脱出できるわ。よし。あれ、よし。なんで沈んだ。え、沈んだ。どうした。船沈んだ。壊れてしまった。ダメ、ボート。ダメだ。俺、何やってんの。トイレしてます。それ終わらせる部屋なんやな。面の部屋。終わらせる部屋なんやな。トイレしない。人の部屋でトイレしないで。とんでもないことする。なんか流れてくるものも少なくなってきた気がする。まずい。やばいぞ、これは。ナイス、2つある。チェストの中入れとくわ。いいね。もういいね。あ、目、ちょっと扉壊しちゃった。ごめん。え？
あのこれ内側ほらこれ開ける方に自分立ってるとほらバキッつってほら本当だバキッて、ああ閉じまりできなかった本当に再現すプライベートを奪っちまったね。もっとエンダーパールの流れてきてる左の方左の方左の方あれ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 伸ばす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 下げいっぱい下げいっぱいあこっちすみませんちょっとみんなでみんなでみんなでつていけよし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 釣りに勤しんでます楽しいシンプルにうまくなんか一発で釣れた時とか楽しい楽しい買いたくない釣って何帰りたい帰りたいけど確かに釣って俺拾ってないからねキャッチャーのリリースまさかのこの状況釣るのが楽しくてよこれここ壊したらどうなるんだろうあやべやばい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 ろいろ崩壊した崩壊した何か好奇心が好奇心が人を殺したやばい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 おめえ僕たちのイカダ大破壊しただろよしよしあぶねー橋の根元切ったらどうなるんだろうって切ったら根元側が全部こういかれましたわあ見てみんな夕日がボンさんここに残るんでしょいやだよいやだよエンダー倒そうってエンダー倒そうってちょっと夕日の夕日をバックにかっこいいこと言ってくださいユーはいやちょ待って待ってめっちゃ絵になってますけどボンさん、はい、待ってると日が暮れますよあそうだあのすごいねわかんねえわかんねえいいことだ違う違う違う何何うわいやボンさんのギャグがやばかったんでしょこれいやギャグじゃないしギャグボンさんのギャグが滑ったからすごいなんか思いつかないなあもう一回お願いします夕日をバックにいいことを夕日だな。やめてよ。本日の切り抜き放送はここまで。ご視聴ありがとうございました。ドズル社放送部へのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またの放送をお楽しみに。